はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ね、ちょっとずいぶん前なんですけども、昨年末の、あのウームのですね、忘年会で私ですね、これをいただいたんですね、ティファールのミキサー、ちょっとね、何かに使えないかなと思って今回ですね、スムージーチャレンジ、スムージー対決をエイジン君とやりたいと思います。どういうことかというと、いろんなですね、具材を買ってきました、こういうね、フルーツ、これはオレンジとかキウイ、パイナップル、あとイチゴでしょ、リンゴ、バナナでしょ、あとプリンと杏仁豆腐でしょ、それとチョコレートとクッキー、これらをですね、スムージーで混ぜちゃいたいと思います。ベースはですね、この牛乳とオレンジジュースですね。それぞれじゃんけんでエイシン君と対決して、どっちをチョイスするか決めたいと思います。いいですか？いいよ。はい、それで、スムージーを作るのはですね、こちらの、ミキサーですね、ティファールのクリック&テイストってやつですね、ホワイトだって。そうそうそう、で1番が弱いボタン、2番が強く回すボタンです、とりあえずこれでやってみましょう、はい、じゃあまずですね、こちらの牛乳とオレンジジュース、どっちをチョイスするかじゃんけんで決めましょう。最初はグーじゃんけんぽい、アイコールショッ、ベーシック買った、どっちにします、オレンジジュースと牛乳？牛乳、牛乳ね、エイジン君は牛乳です。次ですね、こちらのバナナとリンゴ、これを対決ですね。いくよ、最初はグーじゃんけんぽい、あー、また負けた。エイジン君どっちにする、バナナとリンゴ？バナナ、バナナですね、エイジン君バナナ。こちらのイチゴとキウイだね、はい、ですよ、最初はグーじゃんけんぽい、アイコーショ、よし、勝った、イチゴとキウイでしょ。ね、パパはオレンジジュースなんだよ、だからキウイにします。キウイね、はい、ヘイシンクイチゴになりました。やったー。次は、オレンジとパインだね。でオレンジなんだけど、ここにグレープフルーツも入ってるんで、これセットです、オレンジとグレープフルーツ、あとはパイン、最初はグッジャンケンパイン、アイコンショ、アイコンショ、惜しかったパパ、パインにする。あーやだー。では次、こちらのプッチンプリン、それと杏仁豆腐、これの対決ですね。最初はグじゃんけんぽい、惜しかった。どうしようかな、杏仁豆腐にします。で最後にこちらですね、チョコレートとクッキーです。チョコレートはおそらく混ざらないだろうということですね、どうなるかな、多分粉々になるだけで粒々が残る感じ。じゃあどっちにするかじゃんけんです。最初はね、じゃんけんぽい。パパ勝っちゃったよ。どうしようかな。クッキーにしようかな。シンクチョコです。はい。では最後の対決。どっちが先に作るかですね。はい。じゃあやるよ。最初はじゃんけんぽい。アイコールショ。アイコールショ。負けたー。先に作る、後に。先につけますか。よし、じゃあ作っていきましょう、はい、ではいきますね。まずエイシン君は牛乳だね、牛乳100ミリです。100ミリじゃ少ないか、150にしとこう。150ミリ、牛乳を150ミリ入れますね、はい、おお。で次にエイシン君はバナナでしたね。バナナ、これ剥きますね。剥いて入れるんでしょ。そうです。割って、ピョピョ、はい、そしてこれでバナナオレンジだね。あ、そうだね。で次エイシン君、いちごですね、いちご、いちごこれだけ、いちご2個、これはこれでバナナいちごオレだね。そうだね。そしてオレンジだ、オレンジオレンジとグレープフルーツ入りますね。これで酸味が入る感じだね。酸味、でも色的にはいいね、プリンだ。エイシン君はプリンですね。プッチンするんでしょ。そうだね、プッチンして全部入れちゃうか。うん、プッチンして全部いきますよ。プッチンして全部入れます。プッチン、あら、はい、入ったすごいな。最後にチョコレートですね。この明治のチョコレート3かけらにしとくね。3かけらね、3かけら入れます。2、3、はい、じゃあこれをミキシング、ミキシングじゃねえ、ミキサーしますね、はい、やってください。おおおお、すごいすごい、止めてんじゃないかな。
できたね。できた。あっという間にできたよ。あっという間にできた。こちらにグラスを用意してありますので、これ飲んでみましょうか。ちょっとせっかくなんでパパもいただいてみようかな。できたてだ、はい、できたて。匂いはどうですか。うわ、え、なんか変な匂いするけど大丈夫。えいちゃんもいい匂いに思える。本当に。はい、これエイシン君のです。ではエイシン君ちょっと飲んでみてください。めっちゃうまい。本当に。よかったね。ちょっとパパを飲ませてもらっていい。不思議な感じだけど。え、じゃあ不思議な感じだっちゃうまい。チョコレートはとりあえず残ってないね。うん。でもなんかチョコレートの風味が残ってる。これ美味しいのかな。エイシン君は気に入った。うん。分かった。じゃあちょっとパパはこれ洗ってくるよ。うん。はい。では次今度パパ行きますね。オレンジジュースをまた同じように150入れます。150ね。あのさ、こういうのいいね。スミジとかジュース、はい、オレンジジュースでしょ。オレンジジュース、リンゴだ。リンゴね。リンゴ、リンゴ、オレンジとリンゴ。オレンジとリンゴっていう。リンゴはね、皮付きだよ、うんうん、で次キウイだね、うん、キウイは3切れです、うん、次にパイ、はい、うん、パイナップルだね。パイナップルのパイ。そして杏仁豆腐ですね。あ、出た出たそしてクッキーか。クッキー。クッキー、これちょっと新体験だね。ムーンライトっていうクッキー。ムーンライトのクッキー。ふんわりまろやかな卵の味わいだって。これを入れちゃいます。はい、こんな感じ。では混ぜてみてください。はーい。お願いします。2番ね。はい、2番です。あ、OK です。結構パワフルだね、これね。パワフル。あっという間にこうジュースになっちゃうね。はい、匂いはどうでしょう。え、うん、なんかあれみたいな匂いがする。おお、マンゴーみたいな匂いがする。マンゴーみたいな匂いですね。じゃあパワフルで。ではちょっといただきますね。いただきます。うまっ、うまっ。酸っぱい、うん、酸っぱいって感じ。あ、そうだよね、ちょっと酸っぱいよね。今度は、うん、今度パパこっちの方が全然うまいわ。今度は弱弱だね弱、さっちの弱、うん、こっちの方が色合いは黄色でしょ、うん、こっちは白、茶色っぽい色だね。やっぱりこっちが牛乳ベースでこっちはオレンジジュースベースだからね、うん、パパ的にはこっちの方が全然美味しい。うん、エイジングはこっちが美味しい。完全に真逆になっちゃいましたね。じゃあ勝者をママに決めてもらおうか、うん、ちょっと聞いてこいよ今、はい、ということでママにですね総合評価いただきました、勝者はドルルルルルパパの方ということでしたね。こっちの方が全体的に甘みがあるっていうことでした。エイシン君の方はチョコのカチャを一緒に食べた土地はうまいって言ってたんだよ。そう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 、だからこっちはチョコレートが入ってるからチョコレートの甘さで美味しいって感じ、うん、だからその他は甘くないって言ってたね、うん、という評価でございました。これはそれぞれ作ったからひいきしてんじゃないよ本当にこういう風に、第三者から答えいただきましたんでね、はい、ということで今回はですねこのティファールのクリック&テイスト、これを使ってちょっとスムージー作ってみましたね。他にもですねスムージーの作り方とかいろいろ出てたので、あの今回ねちょっとねいろいろ遊んでやってみちゃったけど、こういうのもちゃんと真面目に作って飲んでみたいね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。うまっ。うまいね。